これちょっと横棒見つけに行きましょう。行きますか。あの横棒が多分一番レアじゃないですか。レアとかあるんですか。いや、あれはすごいですよ。まあまあ、でも欲しいですよね。倒り上がったあの丸いやつ。あ、来た。あー、待てお前持ってるな。ナイス。あ、待ってダメ。あ、ナイス。オッケー、回収できました。できました。あー、俺が落ちちゃった。あぶねえ。オッケーです、オッケーです。とりあえず回収ができました。まだ他に見てないのありますかね。他にもあると思いますよ、探せば。よいしょ。わう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 わ。これどうですか。これやばいですね。これなかなかですよ。これやばい。あ、これまた合体できる。あ、これ合体できますね。ただちょっとやりますか。合体しますか。あ、難しい。あ、痛い。じゃあお邪魔しまーす。これはやばい。ちょっと合体して終わりましょう。いや、後ろ超絶合体じゃないですか。あ、来ました。さあ、ということで、はい、今回だいぶ遊んじゃいましたが、はい、次回の撮影で完成させましょう。いろいろと。そうですね。ということで、お疲れ様でした。お疲れ様でした。さてと、俺も今回は真面目に作っていきますよ。あ、何を作るんですか。自宅をちゃんと僕は今回作りますから。え、もうあれで完成じゃないの。ちょっと違いますよ。あ、でもこの並んでる感じすごくいいですね、ここから見た感じ。あ、なんか水面に映ってる感じありますね、これ。そうですよね。これであとは下に、ちょっと俺は今日は玄関のところやりますね。お、玄関。いや、でもこの感じいいな、なんか縦に並んでる感じ、雰囲気いいですよね。ですね、もうこれで完成でいいかもしれないな。ここを道にしたいんだよな。てる部分。おー、これ置くだけでだいぶだいぶ綺麗になった。もうこれだけで様になってますね、もう。あ、雰囲気出ました。はい、すごい。これはすいません、椅子ってどうやって作るんでしたっけ。ハワイ風な、あ、ちょっと待ってくださいね。はい、レッドチェアとイエローかな。あ、OK でいきました。よいしょ。
あ、どうぞ。あ、ありがとうございます。ちょっとこれは使わせていただきます。はい、了解です。うわ、このスペースでどう作ろうかな。センスが問われますよ。もう嫌ですよ、その言葉。よいしょ。あ、なんか魚がいっぱい寄ってきてる。あ、すごいすごいすごい。魚がたくさん。サンゴ礁とかですかね。あー、それ意味あるかもしれないですね。あ、村人が釣ってる。え、本当だ。え、村人、村人、お前そんなことできるの。え、お、じゃあ種類増えるじゃないですか。村人、え、サンゴに魚が寄ってきて、で、それを村人が捕まえる。なんて弱肉強食な世界なんだ。うわ、何これ、めっちゃ良くなってる。ちょっとこっち側、上がるところがなかったんで。そうですね。だって今回今回の建築、メガロさんに任せっきりなんですけど。うわ、すごい。あ、これいいですね。このなんか、この感じ。これか。おーなるほど。こうなるんだ。あ、いいですね。本当になんか鏡みたいに。あ、すごいこれ。いい感じですか。いい感じです、これ。あー、すげー。よいしょ。さあ、ということでメガロさん、はい、だいたいこの村の 60% が完成しました。はい、ということでちょっと回りましょう。回りましょう。はい、この辺は特に変わらずで、ここが、お店と。はい、で、このままずっと通っては綺麗で、ここが今回作ったとりあえず倉庫。はい、まあ、こんな感じで、まあ、前回の黄昏よりは少し狭めな。そうですね。はい。いや、でもいいですよ、この感じ。いい感じですね。ですね。次、行きましょう。はい。よいしょ。で、このまままっすぐ行って、ここに道ができたと。はい。いいですね、いいですね、この感じも。人がうしゃうしゃうしゃ。で、このまままっすぐ行ったら、こんな感じだ。ここがいい。ここが好き。そこは作らせていただきました。いいですね、この感じ。すごくいいですよ。で、まあ自宅紹介はまた今度に回して、以上ですね。あと半分、だいたいあと半分ちょいぐらいですね。そうですね、もう少し発展できればですね。次のパートで建築は終了ですね、多分。はいはい、ということで次回も頑張りましょう。頑張りましょう。